ちょっと真面目な話に戻ると、明日はもう一回お休みをもらう予定、29日ですね。お休みをもらいまして、30日からはですね、復帰させてもらうので、よろしくお願いします。普通にゲームの配信とかワンチャン7月に入ってからスタートになっちゃうな。ので、よろしくお願いします。7月1日にスイちゃんがテレビでライブがあるってこと知って。見たいよ。みんなごめん、この日は夜遅い配信にさせてください。ああ、これは、ごめん、これの告知されてるとき、ちょっとあまりにも忙しすぎちゃって、さかのま。うわあ、ま、時間を抑えられてなかった、この予定を。ああ、なに、ちょっと待ってよ、それしょ、この来週の立てた配信予定に。うわあ、たたかまり、ちょっと変えよう、変えよう、変えよう、変えます。見る。やだ、スイちゃん見る、スイちゃん見る、やだ。子供のスイちゃん見ます。この日はスイちゃん見させていただきます。ありがとうございます。すいません、もう絶対に見たい。もう見たい、見たいに決まってる。配信もしたい。から、配信してぜいぜいはあはあ、ギョーイゴーゴーゴーしてきてから、配信するね。みんなも見たいもんね、だって。みんなも見たいもんね、スイちゃんね。そう、わかる。あ、録画ってできるのかな？子供の家のテレビって録画機能ついてるのかな？いや、でも、リアルタイムで見たいし、録画もしたい。したいよー。ね、夜、もう終わった後に配信しよう。終わった後に配信して、みんなで。最高だったなって言いながら、ゲームしよう よし、OK。いや、発作が起きてしまいました。